ラクマキッチン、毎日の献立にお悩みの皆さん、楽々美味しいプロの味をお届けします。今日は中国広東料理海華楼のオーナーシェフ丁健剛さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。岡山市北区表町にあります海華楼は昭和39年創業です。厨房で腕を振るうのが3代目の丁さんです。本場の広東料理を地元の皆さんに親しんでもらえるようにとアレンジしたメニューはどれも大人気ですよ。さあ早速ですけれども、丁さん、今日のメニューは。はい、今日はエビのマヨネーズソース和えを作ります。いわゆるエビマヨ、ね、エビマヨ大好き、はい、子供から大人まで大人気のメニューです、うん、では早速作っていきましょう。まずはソースから。はい、マヨネーズソースを作っていきます。はい、ボウルにマヨネーズ、はい、そしてケチャップが入っています。マヨネーズ 100g、ケチャップ 10g です。はい、さあここに練乳、練乳 10g 入れます。はい、そしてこちらが蜂蜜です。甘みをこの練乳と蜂蜜で丁さん入れるわけですね。はい、ちょっと上品な甘さにしますよ。そしてお酢です。はい、小さじ1です。そこにレモンを絞ります。はい、ここにレモン8本の1個分を絞ります。今日はここに注目、レモンで爽やかな酸味を。レモンの汁というのが丁さんいいわけですね。はい、フレッシュなレモンのフルーティーな酸味を、はい、お酢のガツンとした酸味と合わせることによって、軽い口当たりの美味しいマヨネーズソースになります。そうなんだ。混ぜてる今も香りがものすごくいいですもんね。はい、こんな感じで大丈夫です。さあソースは混ぜておきます。そして続いてエビですね。はい、こちらエビは、はい、片栗粉と水でよく洗っているものです。はい、200g です。さあこのエビに下味をつけていきます。はい、ですね、塩、はい、先に溶き卵ですね。はい、入れます。はい、溶き卵1個分を中に入れます。はい、はい、そしてそこにお塩 2g です。そしてお塩6振りと、ごま油隠し味で、はい、あ、ごま油香りがまたね良くなりますよね。 2ml 入ります。いいですね、よく混ぜます。はい、この下味を入れたら全体をしっかりと揉んで馴染ませるというわけですね。はい、ベーキングパウダー入れます。これベーキングパウダー、ふっくらさせたいんで、はい、ベーキングパウダー 4g 入ります。はい、この後揚げていきますけど、その時の食感がまた、はい、ふっくら変わってくるわけですね。はい、ベーキングパウダー軽く混ぜ合わせたら、その後片栗粉、はい、3回ぐらいに分けて入れます。今回 35g ですけども、はい、分けて入れるというのが、ケイさん、これまたポイントなわけですね。どうしてもダマになるので、1回で入れると、はい、分けて入れた方がダマになりにくいです。なるほど、なるほど。3回ぐらい分けて入れる、はい、ということですね。ここはちょっと丁寧にと、はいはい、そしたらもう1回片栗粉をまぶします。はい、ここで一旦片栗粉を、ね、この衣の中に混ぜ込むわけですけど、はい、最後再び片栗粉でコーティングをするというわけですね。仕上がりがサクサクにしたいんで、はい、もう1回これを片栗粉をまぶします。はい、パッとにね片栗粉が引いてありますけれども、だいぶ多めです。そうですね、やっぱり仕上がりがもう全然違うんでしょうね。はい、エビを落としていきます。この工程は絶対大事ですね。そして全体をなじませましたら、ちょっとだけふるってください。はい、でもちょっとなんですね。結構しっかり片栗粉ついた状態で、はいはい、確かにあまり落とさないんですね。はい、これがやっぱり食感に生きるわけですか。そうですね、サクサクに揚げたいんですよ。サクサク、そうしないとマヨネーズソースに入れた、混ぜた時にちょっとしんなりするんで。あ、なるほど、はい、なるほど、はい、さ全体にまぶしたところでいよいよ揚げていきます。できます。はい、では 170°C ぐらいの油で揚げていきます。はい、ここはちょっとねスピード勝負だということなんですね。はい、あ、今4匹ずつ持ってさっさと揚げてます。はい、最初に入れたエビと最後に入れたエビの時間差があると仕上がりがどうしても変わってくる。ムラがね出ちゃうので、はい、なるほど、なるべく差がなくなる。もうでもなんか揚げてるいい香りがね、うん、ここまで届いてますよ。瞬間からねこのエビの香りがしますよね。うん、さあどれぐらい計算揚げていきましょう。大体全体を入れて1分から1分30秒ぐらいで揚がると思います。でもそれぐらいでいいんですね。はい、あんまり火は入れすぎない。すぎない、硬くなるんでエビが。はい、うわ美味しそう。プリッと感を残して、はい、そしてこの衣のサクッと感も、はい、
最後の 2,30 秒ちょっと強火にして、はい、ほんとカリッカリに揚げたい。最後はちょっと火を、はい、少し強くするわけですね、はい、大好きな音だけどね、これは。ねえ、ね、坂本くんはね、マヨネーズ大好きというか、あ、マヨネーズも大好き、エビも好き、ね、おー、いいじゃないですか、絶対、ね、絶対好きですよ、これね、好きなものが、ねえ、間違いないですね。こんくらいで、はい、こんくらいで揚げましたけど、はい、もういい感じ、はい、いい感じです。はい、エビをさらに揚げていきます。うわ、いいですね。このもう見るからにこのサックサクの衣と、あとはこの中のねエビの色が本当に綺麗ですけれども、これエビ以外でもホタテとかイカとか白身魚でもいけますので、何にでも合うわけですね。はい、ではさあ揚げ上がったエビを先ほどのソースに和えていきます。あ、ちょっともう油切ったらすぐじゃあ和えるんですね。このね、ソースが絡んでも衣がサクサクになるように仕上げております、はい、では盛り付けていきます、はい、季節の野菜を散らしたお皿にこのエビマヨを盛り付けていきます。初夏の野菜、はい、黄色いズッキーニ、オクラ、フレッシュトマト、フルーツトマト、はい、飾っています。果物なんかとの、ね、はい、相性抜群だということです。この上に乾燥パセリを振っていきます。はい、おしゃれ。あ、ドライパセリ、ドライパセリ、はい、そして砕いたカシューナッツ、わ、またね、食感もいいですよね、はい、うん、そう、赤身を入れるのにちょっと、はい、カイエンペッパー、カイエンペッパーちょっとピリッと辛い、はい、少量でいいです、はい、色味はもちろん、はいはい、こんな感じで味のアクセントにもなります、はいはいはい、完成です。これで完成です。ご自宅でも手軽にできるもう、ね、エビのマヨネーズソースあえです。いや、素晴らしい本当に美味しそう。ではお二人どうぞ。ではいただきます。あ、もう美味しい、うん、衣サックサク、マヨネーズソース最高ですねいただきます。ちょっと酸味がある感じもいいな。うん、ほんとだ。あ、なんかまろやかな酸味があって、ね、うん、わ、本当にね、ふっくらサクサクですよ。これはビールもいいし、ご飯も合いますね。いいでしょうね。最高、はい、エビもプリップリ、ね、子供から大人まで楽しめる一品です。ぜひ作ってみてください。ではレシピのおさらいです。さっき新田さんも言ってましたけどね、まろやかな酸味はレモン汁で出しました。その他の材料はご覧の通りです。詳しいレシピ今時で検索してください。さあ、テイさんのお店カイカローは岡山市北区表町にあります。明日から夏のメニューが出るわけですね。はい、冷やし中華明日から始めます。ものすごく具沢山ですよね。10種類か11種類ぐらい上に乗ってると思います。そんなに、あの、さっきお話にも出ましたホタテもそうですし、はい、坂本くん大好きなエビも、はいはい、たっぷり乗っております。最高ですね。その他もね、昭和39年から60年間味は変わってないんで、あ、そうなんですね、はいはい、愛され続けた創業当時の味をそのままということですね。これから暑くなる時期ぴったりじゃないでしょうか。はい、今日はカイカローのテイさんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。